それでは今見せているのはデザインだけです。デザイナー、チーフデザイナーの中山さんにデザインの説明をいただきたいと思います。で、中山さん自分では言いにくいと思いますので私は言いますが、一昨年、CX5 という車があって、でカーオブザイヤーを取ったりして、で今も大人気で街でやたら見かけるんですが、そのチーフデザイナーでもありました。ね、知らない方がたくさん結構いるんですよね。で彼は、今回このロードスターでまたチーフデザイナーを務めて、もちろん来年から、のカーオブザイヤーを狙ってます。デザイナー、カーオブザイヤーを2回取るデザイナーって今までいないと思うので、ぜひその前人未到の領域に彼を押し上げていただけるよう皆さんの応援をよろしくお願いします。それでは中山さんお願いします。はい、どうぞ。ありがとうございます。中山と申します。よろしくお願いします。X5、 ミスター X5、 CX5 の後は MX5 というふうに言われまして、ですね、狙ってたのかと言われたら、狙ってました。もちろん、狙ってましたけども、もう一つちょっと紹介したいなと思うことがありまして、自己紹介的に私は NA のロードスターを、25年間乗り続けている、こよなくロードスターを愛するファンでございます。ですから今回の車は、ファンによるファンのためのデザインというふうに自分の中で思っていて、ファンによるというのは私です。ファンのためというのは皆さんです。でファンによるファンのためが皆さんです。でファンのっていうのは我々、そういうふうに考えていて、この車を作りました。で、今日は実は午前中と午後の部と2回、セッションになっていて、基本的に即興でやってますので、午前と同じことは、言いません。というか家と言われても無理です。原稿がないですから。ですから思いつきで喋りますけれども、それはご容赦ください。でももしかしたらですね、ちょっと午前の人には怒られるかもしれませんけれども、午前にお見せしなかったものがあるんではなかろうかと思ってます。この場でワールドプレミアするものがどうやらあるんです。先ほど取材の山本からもありましたけれども、この車を作るときに本当にやりたいことというか、ロードスターとしてあるべき姿を描くというものがありました。でそれは基本的な設計の段階でコンセプトとしてこの車にはもうあったんですね。ですから4代目とかっていうのではなくて、もう初代とかっていう話もなく、これがロードスターだっていうふうに作ると。でそれに、負けない、その名を、そのコンセプトで志を汚すことがないようなデザインにするということを我々最初から考えました。ですから今回の車っていうのは非常に車が小さくなっているんですけれども、この必然的に小さくなってきた車というものをデザインが邪魔をしたくないというふうに最初から考えました。邪魔をしたくないというのは、デザインってマネキンに着せる洋服をデザインするというふうなものだというふうに思っていただければ分かりやすいんですけれども、ここで変にデザイナーが、体型と違うようなものを作ってしまうと、そのマネキンさんの体型を、隠せますけど、もしマネキンさんの体型が素晴らしかったらその洋服が邪魔するとなりますよね。で今回のロードスターっていうのはその体型からもう変えていく、体型から原理原則に従う、そういう車作りをしているので、我々デザイナーはそれに徹底的に薄着にさせました。もう薄着にしてほとんど仕事しなくてもいいぐらいに、我々怠慢すればいいかなっていうぐらいに薄着のデザインをしています。ですからこの車のスタイリングはこの車のコンセプトそのものを表現してますし、マツダのエンジニアの、スピリットそのまんま表れているというふうに思ってください。我々はそれにものすごく薄化粧を施したというのがデザインの仕事です。で、この車は、いろいろ雑誌とかに書いてあるところでは、例えば人間が後ろに座ってますっていうふうに書いてあることが多いんですね。でちょっとそれは違うということをここでお話ししたいんですけども、前輪と後輪、2つの車輪があって、で、車輪が、何もない状態に車輪が2つあるとして、そこの真ん中に座ってくださいって言われたらどこ座
真ん中ですよ。真ん中って言ったらタイヤが2つあって真ん中って言ったら当然足が当たらないところに前足を置きますよね。前足、足ですね。足を置きますよね。で、お尻のところにタイヤが当たらないように座りますよね。ということはこういう状態で座ったときにちょうど足の先から自分の腰のところまでを車の中央に置くように多分座ると思います。真ん中に座ってくださいって言ってこんな風に座る人ってあまりいないと思います。だから普通に真ん中に座ってくださいって言うとこんな風に座りました。で、キャビンっていうのは頭の上を向くものですから頭のある位置にキャビンを向けたらここにキャビンがありました。以上、そういうようなデザインに実はなっています。それが結果的に現行車や、初代の車に比べるとこの位置が後ろに下がっているように見えたりとか、あるいは人間基準でいくとフロントホイールが前に行っているように見えたりとかっていうふうになる。でもそれは本当に原理原則に何も頭の中に余計なことを考えずに子供が絵を描くごとくなぞなぞ解くごとくやったらこうなりました。結果的にそういうデザインになっているんですね。で、フロントとリアが、我々オーバーハングルと言っている余計な寸法があります。で、この余計ってちょっと申し訳ないんですけども、この寸法を使ってライトを入れたりとか、それから荷室をつけたりとかやるんですけども、この車はジンバル体の人間のためだけの車を作りたいというのがあるので、この前後のオーバーハングスペースはもうギリギリに作ってます。で、ギリギリに作った結果、寸法がなかったんです。フロントに。ですから、このフロントのオーバーハングにはヘッドランプをユニットを入れることができません。通常の技術である。なので今回はこのヘッドランプは LED になってます。コンパクトな。で、すごくノーズがスラントしているのに短いノーズになってますから必然的にですね、必然的に目は小さくなって細めになっている、いうものなんです。で、よくこの目をなんとか見たいとか歴代のフォトスターと違うよねっていうふうに言われるかもしれませんけども寸法がないんですから大きな目をつけるためにオーバーハングを伸ばすということは今回は選ばなかったということなんですね。この寸法を見ていただくと非常にここの距離がすごく短いというのが分かっているということになります。寸法がないんです。で、なことを言うと悲しいと思われると思うんでちょっと、ありがとうございます。ちょっとここからはちょっと面白い話をさせてくださいね。間違えましたけど。で、スカイ、フェイスタイム。この車の顔の見方をちょっとお話ししたいと思います。顔はここから見てください。あ、いいですね。もうちょっと、クイッ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 ク。はい。笑ってません？無理やり皆さん笑わせましたけども、そうなんです。これ笑ってるんですよ、この子は。で、ちょっとずっと目に寄っていただくと、右目どっちがいいんですよ。ずっと 目だけに寄ってください。はい、あ、ちょっと寄りすぎですね。下から見て、下から見て。こっち見てますよ。こっち見てますよね。見てますよね。で、上げていくと、やっぱりこっち見てますよね。で、右に行くと、目が追っかけてきませんか。来ますよね。来ますよね。で、これがミソなんですよ。今回の目に表情をつくリトラクターブヘッドランプっていうのを初代の車は持ってます。で、確かに表情が変わります、物理的に。で、いろんな理由があってリトラクターブヘッドランプというのは採用してません。 NB から。それはいろんな理由がありますから。でも25年間も1台の車を通ると思うとこういうのがないと心の触れ合いがないといけないというふうに思っているので、ちょっとこんなトリックも象眼っていうんですかね、仏像がずっと目をかけてくるっていうのがありますけれども、ちょっとこんなテクニックを使って、目がずっと、追っかけてくるというものを再現しているんですね。それと、ちょっと谷口唇を唇をつけてもらえますか。あ、口、あ、いいですね。皆さん唇好きじゃないですか。車のもう大好きなんですけど、このここ
ここ気持ちいいですよね。これ気持ちいいですよね。多分あの触ってる方も触られてる側も気持ちいいと思うんですけども、あのここがポイントなんです。あの25年間 NA とか乗ってると、まあ、基本的にワックスフェチなんですよ。でワックスかけるときにここがねすごくこう重要なんです。ここ触るのがここの掃除するときに、でこの唇をきれいに作るというところが非常にポイントで、まあ、ちょっとさっきすごくシリアスな話をした中でこういうこと言うのもなんなんですけども、こういうのがロードスターが非常に重要だというふうに思っています。とにかくこの車に触るところタッチポイントっていうのは全てに、こだわりというよりもなんていうかこう心が触れ合うような、そういったものです、そういう考え方で作っています。でちょっと車を回していただけますかね。前の方ちょっと下がってみていただくといい感じになるんですよ。嘘です。ニコッと笑ってくるかなと思いますし、目が追っかけてくるっていうのをちょっと、見ていただきたいなと思います。で、このボディサイドを飛ばしてちょっとリアに行きますけれども、テールランプリア正面になったら止めてください。フェースタイムです。このテールランプ綺麗じゃないですか。綺麗だと思う人、ありがとうございます。このリアって非常に特徴的なものを作ってます。何かというと、もうあの理屈抜きにテールランプを一番内側にグッと寄せました。もうあの法律が許す限界までこのテールランプの内側に行ってますけど、実はこの丸いところは初代 NA の丸いあれはリフレクターなんですけども、そこと同じ位置になってるんですよね。狙ったわけではなくて、我々ロードスターが好きな人間が集まってデザインしました。結果的にそうなっちゃったんですね。これもロードスターの DNA なのかなというふうに思います。よくその継承したものは何ですか、この後質問が出るかもしれませんけども、過去から継承するのは何ですかって具体的なパーツではなくて多分心だと思うんです。で心を継承しているからおのずと似てくるところが出てくるんですよね。先ほども何も意識してなくても実は NA と同じ位置にいているランプが来るとか、そういったところが、この車の開発する人間のちょっとこう熱くなるところなのかなというふうに思っています。でもしこの車が晴れた時に外で走ることがあったかあったんですよ。見れたらいいですよね。見れるかもしれませんね、今日ね、分かりませんけども。そうするとちょっと思い出してください、僕が喋ってたこと。このリアがものすごくかっこよく見えると思います。例えば NA の形ってちょっと上から見ると落下性のような形をちょっとしているんです。で NC はオーバルな形をしてますよね。で今回はそれに前後の勢いをつけてます。トロッとコーナーが丸いのではなくて、上から見るとトロッとコーナーが丸いのではなくて、前後にピンとこういうふうになったような、そういう勢いをつけていますので、もし今日この車を外走ったら、もしですよ、知りませんよ、もし走ったらおお、そうかというふうに見ていただくと納得いただけるのかなというふうに思います。ちょっと車をまた回して正面の方に向けてください。で次にちょっとインテリアのこだわりをお話ししますけども、こんな風にですね、ドアトリムのアッパーが、ボディカラーになってます。でこいつは単純に、ボディカラーをドアトリムにつけましたってことではなくて、このコンセプトは、オープンカーなので外と中の境目を作りたくないという考え方から、そういうコンセプチュアルなアイデアからこのを作りました。で通常はガラスがありますから、ごめんなさい、もう、インテリアだからちょっとごめんなさい、リアでしたすよ、間違えた。で、通常はガラスで外と中を区切ってしまうんです。フロントウィンドウ、サイドウィンドウ、リアウィンドウのガラス で、今回はオープンカーなので、ガラスで区切るのは正しくないという理想主義、原理原則にのっとって、今回の車は、一番人間にとって気持ちのいいところで切りました。
気持ちがいいのはどこですか。この辺でしょう。この辺でしょう。この辺じゃないような気がする。そうですね。気持ちがいいのはこの辺じゃないです。そこで外と中を切り分けました。なので申し訳ないですけども、ガラスの内側に回ってきてください、エクセラデザインがっていう形になっているんです。さあこの車の、はい、この辺どうですか。これは単にボディカラーが赤いだけではなくて、造形もエクセラの造形をそのまんま持ってきている、そういうものになっています。それとこの赤いものは実はこれ大変だったんですけど、ここにちょろっと赤いのがありますよね。この赤いのを通してフロントフェンダーのこのトップ、ここまで続くようになっています。乗っていただくことができないんですが、残念ながら乗せないでおいて言うのも何なんですが、乗ると分かります。もうビュッビュッとビュッと、あ、あ、行きましたよ。ビシュッとこうあのフロントフェンダーのトップまで行くんです。で、ちょっとマニアックなことを言うと、この多分このフェンダーの峰が見える車が欲しいっていう人多いと思うんですけども、 FD の RX7 乗ってる方っていうのが多いと思うんですけども、これはですね、ちょうどいい感じに、具体的にないとは言いません、ちょうどいい感じにフロントホイールの、向きが分かるような位置に、アダと作ってあります。具体的にはちょっとだけ後ろにあるんです、このピークがフロントホイールの、軸よりも。そういうことを考えながらフロントも作っているので、乗せられませんけれども、もし乗ったら、ああそうかというふうに思っていただければ、嬉しいかなというふうに思います。で、谷口君、なんかその画面をこうだん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 下ろしていくと、ん、あ、なんだあれ、あれ、なんかあれ、なんか白いものがあります。お、え、なんだろう、あ、飛んでますね。お、あれ、なんだあれ、妖怪じゃないですよ、これちょっとバックの音楽がよくないんですけども、妖怪ではないですよ。あ、なんか、あ、あ、なんか分かる場所を手挙げてください。あー嬉しい、見ていただきましたね、あれです。今日のワールドプレミアはこれです。ごめんなさい。ですがワールドプレミアです。これはまあ午前の国やり忘れたので、ここがワールドプレミアです。これが本当のワールドプレミア、世界初の初公開、ロードスター君の 3D です。これは貴重です。後でじっくり見てください、ね、はい、というのが、まあ、あるぐらいにそこら中にこだわりがあるんですよ、この車は。どこだって話ですけども、でもうちょっと言うと、あ、谷口先生、ですね、この車 のコックピットで、ちょっとこだわり、ちょっと真面目な話をしますけども、この車は、ドライバーにピシッとセンターに行くっていう、そういう考え方で作っています。これは、今のマツダのデザイン、マツダの車作りの考え方で、ドライバーをきれいにペダルをまっすぐ配置しますっていうのことが書いてあると見たことがあるかと思いますけども、その考え方にのっとってドライバーのセンターにピシッと軸を通すと、そういった考え方にしています。で、具体的に言うと、当たり前ですけど、ステアリングはドライバーのヒットポイントの真ん中にあって、メーターがそこにある、これは当たり前なんですけども、今回の車は左右に丸いピンクのルーバー、ベントルーバーを使っています。このベントルーバーは完全にドライバーに左右対称でくっついています。左右対称っぽいっていう車は世の中にたくさんあるんですけども、本当に左右対称なのは多分フェラーリぐらいしかないと思いますけども、これは完全に奥行きも上下の位置も、完全に左右対称で、しかもドライバーが少し浮いているというものになっています。で、これも座ると分かるんですけども、座ると分かります、おーみたいな、というので、座った時にそれを感じていただきたいなというふうに、思います。はい、どうもありがとうございます。で、いい感じでちょっと25分ぐらいかかったので、この辺りのちょっとデザインの、ちょっとワールドプレミアがちょっと今回あったので、デザインの話してねえじゃんかと言われるかもしれませんけど、あ、いますね、これです。ということでですね、ちょっとデザインのグダグダ
最後グダグダになりましたけども、デザイン説明ということでですね、あとはあの忌憚のない、質疑の時にお答えできればなというふうに思います。ちょうど時間がいいようですので、これでデザイン説明を終わりたいと思います。ありがとうございました。興味のある方はロドスタ君のデザインコンセプトとかですね、その辺をあの個人に捕まえ、仲間を捕まえて、お聞きください。あのロドスタ君というのは、ロードスター 25th.com の方に、動画じゃないな、紙芝居的に絵も出てますのでぜひご覧ください。実はまだあのフナッシー同様非公認キャラですなのでマツダの社内でもあんまり知られていないようにあの彼がこっそりやってたんですけれども、今後、まあ、この ND とともにですね、どんどん有名になっていってひょっとして車より人気が出てくるかもしれないんですけれども、それを楽しみに皆さん、本当に今日私もこの現物初めて見ましたので、とっても貴重な体験だと思います。後ほどぜひアップで撮ってください。何しに来たんだって話ですけど撮ってください。中田さんありがとうございました。多分まだ本当に今日バンドプレミアのせいでこだわりのあるほどあんまりお話をしてないようなんですが、まだね言えないこともありますので、徐々に明らかになっていくと思います。雑誌とかの取材とかね、そういうのも含めて明らかになっていくと思いますので、またいろんな伝説も語られていくと思います。楽しみにしましょう。